今月8日に解禁されたサンマの流し網漁、今日十勝港で24尾が初水揚げされました。競りでは1キロ当たり6万2000円の高値で取引され、仕入れた釧路町の鮮魚店では1尾1万円で販売されました。例年より小さいものの鮮度は良いということです。大型船を使った主力の棒受け網漁に先駆けて始まる流し網漁、去年は不漁で水揚げがありませんでした。